ということで、つむつむセブンスアニバーサリー1日限定プレッシュ放題、続いてはブライドジャスミンということでね、これはね、多分あれですね、エレビアナじゃなくてアラジン3に出てくる、それこそ本当に結婚式を挙げた時にジャスミンが着ていた服なんじゃないですかね。うん、アラジンも3部作ありますからね、アニメの方はね。まあそう、細かなアニメ作品とかっていうのを入れていったら、まあ、もっともっとめちゃめちゃ多かったりしますけど、その長編アニメ作品として紹介された中では、まあ3部作がね、アラジンと3、それから、なんだっけな、ジャファーの逆襲と、あともう一つ、ね、最後の3部作品でね。あ、チューした、チューした、はい、チュー、チュー、ふぅ、出し上がる、チューいいね。やっぱね、キスっていいっすよ。急にどうした。でもね、あのね、知ってます？カップルが別れる原因の一つに、やっぱりね、あの夜の営みの回数うんぬんよりもキスの回数が減ったことの方が原因として高いっていう風に言われたりしてるんですよ。うん、だからまあね、熟年のカップ、お夫婦でもね、やっぱりね、営みをする体力が残っていないっていう場合だとしてもですね、やっぱりキスは絶対した方がいいですよ。キス、それが減っていくと、もう本当にね、熟年離婚っていうことがね、もう言われたりしますけど、まあ、結局はそこにつながるっていう、まあ、夫婦のその肌のコミュニケーションっていう部分では、まあ、肌と肌のスキンシップっていうのも当然欠かせないっていうことです。うん、もう今日しすぎやん、この子たち。どうでもいいですけど、アラジンの調査戦っていうのも勝てないでしょ。もう一回ジュース、そんな、マジか、そんなギリギリでチューを拒みます？仕方ないよね。わかりました。ということで、あと3つ大きなツム消せばミッションもクリアですね。ここまで来ました。